無職のレベル上げです。ちょっと今回も語り動画なんですけども、ちょあまりにも仕事のやる気が出なくって、はい、今まで最低限のお金だけ稼いで、で生活するっていうのを楽しくやってたんですけども、ちょこのままじゃやばい、うん、まあそのお金がないって言っても人それぞれお金がないの基準があると思うんですけど、まあ、僕はもうシンプルに貯金ゼロですね、本当に。はい、貯金ゼロで実は資産があるよっていう人もいると思うんですけど、もうない、何もないんです。むしろクレジットカードでいろいろ支払いしてるんで赤字ぐらいですよ。はい、なんですけども、お金がないということで、でも仕事のやる気が出ないってことで、ただね、 Vlog を通常通り撮ってた時はまあ仕事できてたんですよ。まあそれなんでかっていうと、その見てくださってる方の目線があるからっすね。はい、見てくださってる方がいるから、自分もある程度しっかりしなきゃいけないなってなるんですけど、あまりにも一人で、なんていうの、同僚、仕事仲間とかもいないんで、あまりにも一人で周りの目線がなさすぎてだらけちゃうんですよね。はい、でじゃあ Vlog 通常通りすればいいじゃないかってところなんですけども、もう一日ごとにしようかなって。はい、もう本当に休んじゃうんで、4日分撮ろうってなった時に最初の2日休んじゃうとかなっちゃうんで、一日ごとに撮ろうかなっていう風に今考えてます。ちょっと考えてるだけね。はい、ちょっとそれを言いたくって、だからちょっとお金、自分の中でまあ30万から50万ぐらいですかね、稼げるまではちょっと1日ごとに動画撮って更新していくかもしれません。はい、これまたね、前回の動画と同じで勢いで話してるんであれなんですけど、どうなるかわからないんですけどね。はい、で今日が11月の13日ということで、今日から始めます。はい、でまあ最初は30万目指そうかなって感じですね。はい、で30万、貯金できてからちょっとまあ1日 Vlog にするか、まあ今までみたいに週に2回か週に1回の Vlog にするか考えようと思います。でつきまして、1日1個の Vlog を編集するとなると、編集は雑になります。ただなんていうの、リアル感は増すのかなっていう感じですね。はい、作らないって感じなんで、つなげるだけって感じになってしまうんで、はい、まあ、うん、今までと変わらないのかもわかんないですけど、はい、ということで、ちょっと勢いで撮ってみました。今日が11月13日なんで、明日か明後日から1日ごとの Vlog をどんどん放り投げていこうかなと思います。なんか、僕みたいに仕事のやる気が出なかったりとか、なんかその日暮らししてるよみたいな方、いるのかな？なんか、まあいいや、なんか、まあちょっと自分のね、監視のためにやるっていうのが結構第一優先に来ちゃってるんですけど、